はい、皆さんこんにちは、エルツです。よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、逆転祭強化はね始まっておりまして、その逆転祭の今後のイベント予想、そしてかけらどこに使えばいいかという話をしていきたいと思います。まあ、逆転祭っていうとね、毎年いろいろ来るんですよね。コラボとかね、超ゴマ強ゴマとありました。これがねダーって来るんでね本当にラッシュで来るんで、かけら足んなくなるんですよね。なんでどこに使えばいいかっていうのがね分かんないとか、え、この時期コラボ来んのみたいな声も聞くんで、先にそれをまとめて動画で上げちゃおうというわけでございますと。で、今年はちょっと動画遅れまして、第1弾がねすでにも情報は出てるんですよね。で、予想もしやすいので、結構いつもに比べて参考になりやすいと思うので、よろしくお願いします。では早速予想見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで今年の予想こうなりましたと。左側が去年のやつですね。で、右側がそれを元にした僕の予想となっておりまして、で、日付に関しては今来てる35日間ぶち抜けラッシュみたいな、あの日付を元につけてきました。多分あれが切り替わるタイミングでイベントも変わると思うんで、こういう感じですね。はい、で見ていくんですけど、まず19日コラボにした理由がですね、19日金曜日なんですよ。で、オスロニアのコラボほとんど金曜日に来てるんで、なんで、まあ、19日はコラボで確定だと思います。残りはもうなんだろう、埋めていく感じっていうかね、強ゴマ来てないから強ゴマコラボで、次オールスター超ゴマは多分ここの流れは崩れないんで、こういう感じで予想してきました。あと超ゴマに関しては、去年4月30日ってなってるのは新着が20時からだったんだよね。で、超ゴマの開始が21時から来てて、ちょっと早かったんですけども、今年あの無料ガチャ見る感じは4月30日の23時から新着があるっぽいので、おそらく1日の0時開始だと思いますので、超ゴマもこんな感じにしてきました。はい、残りはまあ言うことはないですかね。まあ、とりあえずそれぞれのガチャでおすすめ見ていきましょう。はい、では順番に見ていきましょう。まずはデッキドライブということで、これ普段だったらね情報出てなくて星2にしてるんですけど、今回新ゴマがねいかんせん強いということで、3にせざるを得ませんでした。はい、3にしましたね。はい、まあ、今回特に強いのが前ゴマの名前忘れた、両面 100% 返しの罠と、あと魔竜のやつのなんかハロウィンメイティスみたいな性能持ってるやつ、あれがね強いと思ってるんですよね。なんでそこを引きたい人は狙ってもいいと思うんだけど、一応頭に入れといてほしいのが、来月以降コレクションに入るんですよ。なんでそこでも狙いはするから後回しでいいと思うんですよね。毎月チャンス来るんで。で、あとまあコレクションに移動しちゃうと闇ラベだって思われがちなんだけど、多分ね単体の確率は変わんないんですよ。 3% で多分変わんないと思うね。ライフ版のやつは多分まあこれに行って、あと罠のやつは罠これかなだと思うんだけど、だ特にそのね僕とかラヌが持ってないからまとめて狙えるし、そっちの方がお得ではあるんですよね。なんで僕は後回しにしようと思ってるんですけど、まあ例えば罠これも大体引いてて用ないですよと、で移動したらそっち1点出ないでね引くのは辛いよって人に関しては、新ゴマ今回まとめてね狙った方がいいと思うし、まあ、その人によって選択肢は変わるんでね。なんで一応そこだけは言っておきますよっていう感じです。まあ引いても悪くはないけど、まあ今後のね強ゴマとかコラボ考えると、まあここで引きすぎるのは良くないと思いますね。はい、はい、続きまして強ゴマパレードを進める星4ということで、逆転戦の強ゴマですね、 CA ゴマ3体が登場しますと。ただでさえやばい強ゴマ A が3体出るんですよ。1体ぐらい多分ねやべえのがいるわけですね。はい、ということで昨年のこの時期出ましたのがコーネリア、シノノメ、リンドウと。特にコーネリア、シノノメ、この辺が強いですね。まあこういう感じの性能が出るよということで、でもちろんね既存のコマも強いんで、そこ狙いで引いてもいいですし、このガチャねすごいのが、ステップ3まで引くと新英語も3体から1体出ます。はい、確定です。これがねでかいんですよね。120個かな、120個で1体絶対手に入るんで、結構価値高いんですよね。ここに120個行く価値はあるんで、まあ引いてもいいかなっていうところではありますよっていう感じですね。で、ここスルーしても一応来月以降ピックアップあるんだけど、ピックアップね意外と粘るんですよね。10連も50個かかるし結構かかるんで、まあここで引いちゃっても悪くはないと思いますね。はい、でね最近ね英語マネインフレすごいんで、下手したらやばい性能本当に来る可能性あるからね、メリッサとかライラとか結城とかツツイとかね、あの辺結構目立ってやばかったんで、そういうクラスが来てもおかしくないと思うんでね、ここは警戒していいと思います。はい、はい、続きましてコラボおすすめの星4でございますと、まあ、ここ性能とか作品のファンですって人に関しては5位になると思いますね。はい、というのもコラボは次回の開催がいつになるか分かんないんですよ。当然復刻がね1年ごとに来るとかそういうのはないんで、まあコラボはもう来た時点で引きたい子もあるんだったら引いておきたいですね。はい、で最近ね性能が強いあのねやばいんですよ最近のコラボ S の性能。結構ね1体ぐらいバキモンみたいなやつがいてね、あのキングアンドディアンドがねカップ戦で暴れたりとか、あとはそれこそ去年のワートイですよ、
去年のワートリね、やばかった。ジンとヒースっていう化け物2体も出してるんで、僕未だにそれ2体持ってなくて損してるんでね。なんで、ちょっと、ここに関しては、警戒しとかないといけないですね。英語はも強いからね、メイリーとかで化け物を見出したりするんで、マジコラボは最近揺らしちゃいけないんで、取っておきたいですね。で、開催期間で、ね、月またぐこと多いんで、一応超駒見てから判断もできるんでね。そう、同時に開催すること多いから、まあ、後で考えてもいいと思うんだけど、もう引き体制のいたら引いちゃっていいと思います。で、あと情報出るのが多分ね、順番通りだったら、強駒期間中に出るから、比較はしやすいと思いますね。なんで、強駒とコラボ比較して、じゃあコラボ取ろう。で、その後に、超駒まで猶予があるんであれば、超駒と比較して、まあ、こっちでしようみたいな判断ができるから、でピックアップだけは、超駒待てない可能性があるんで、そこは気をつけてほしいんだけどね。はい。で、あと、コラボに関しては新規の可能性が高いと見ています。去年の年末に7つの滞在3段やってるのと、今年の周年がね、2段だったんですよね。鬼滅2段だったから、多分新規そろそろ来るんじゃないかなと思うんですよね。僕万が一マッシュで来たら死ぬんですけど、本当に、かけらが終わるんですけどね。そこはちょっと後回しにしてくんないかなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じで新規コラボは警戒しといていいかなと思いますね。まあ、2段の可能性も全然あるけどね。はい。はい、続きまして、オールスターフェス、おすすめの星2ということで、一部の超駒季節コレクション限定を狙えますよと、まとめて狙えるんで結構いいチャンスなんですけど、まあ、超駒狙うんであればね、超駒パレードありますし、で、まあ、季節コレクション狙えるんですけど、まあ、時期が悪いね。コラボと超駒に挟まれてるんで、どっちも優先度高いんですよね。そっち引く人が多いと思います。で、まあ、季節限定本当にほとんど持ってませんよとかだったら引いていいと思うんだけど、まあ、特に初心者の人に関してはニューアラン量とかそういう必須の高いやつ出たら引いてもいいと思うんだけど、まあ、そうじゃない限りはまあスルーしていいと思うし、まあ、引くにしても10連20連ぐらいでいいと思いますね。ここにがっつり引くっていうのはちょっとおすすめはしないですね。はい。はい、続きまして、超駒パレードおすすめの星5です。はい。まあ、ここがゴールですね。はい、毎回言ってますけども、ここのためにかけらを貯めています。はい。で、新スキル搭載した新超駒3体が登場しますと。で、この超駒3体がとにかく強いです。はい。環境トップレベルの駒は多数生み出しております。もう名前挙げたらキリがないです。もう月読みとか、ね。あとは、ね、ルーラとか、ね、最近のね、スーとかフェルグとかもそうですよ。全部そう。なんで、まあ、このシーズン超駒3体はね、めちゃくちゃ強いんですよね。で、もし万が一ね、その10日新スキルが弱かったとしても、進化が強いパターンが最近多くて、なんでそこもね、油断できないんですよね。で、万が一ね、もうそんなことないと思うんだけど、両方弱くて、もう誰も強いやついません。だとしても、既存の駒強いから、で、10連40個で引けるしね、すごいお得なんで、まあ、ここに貯めとけば損はしないと思いますね。で、これちょっとね、深く話したいんですけど、今年の超駒ね、ちょっとやばい可能性がありまして、というのも、ディザイア。ディザイアがちょっとね、今のところ猛威振るってるんですよね。で、今年の超駒って12星座がテーマじゃないですか。で、そのファーストシーズンのスー・フェルグ、ナラドルア。で、中年のアマテル・シェラハ。ここまで全部12星座関連の駒なんだけど、すべてにディザイアがついています。なんで、次の御三家も12星座関連で出てくると思うんですけど、御三家ね。そこが全部そうなんであれば、ディザイアつく可能性があるんですね。で、ディザイアがね、マジで強いんですよ。外れないし、全部今テンプルクラスの性能持ってるから、これちょっと今年の超駒警戒した方がいいような気がしてますね。で、今までシーズン超駒全部見てきてるんでわかるんですけど、複合って強いのよ。フォースとか、ビナとかね、フォースのビナ、で、ホーリーのルラ、あとは声援のフィンとか、極炎のティポーンとかね、出てきて見て思うのが、マジで全部強いんですよね。外れがない。一番弱くても、だってステイリアとか、バルドゥークですからね。あれで弱いに入るからね。うん。まあ、ちょっと弱くないよ。その駒自体弱くないけど、他に比べて弱いのはどれかって言われたら、この辺になってくるから、でも強いじゃん。っていうことなんですよ。外れがないんですよ、だから。で、ディザイアって言ってしまえば、HP 条件付きではあるんですけど、別々に発動はするけど、最終的にやってることって複合と同じようなもんなんですよ。だから、ディザイアが強い理由もね、なんとなくわかるんですよね。で、逆に弱くする方がむずいし、ディザイアに関しては、組み合わせ無限大じゃん。何でもできるじゃないですか。で、シェラハとか、バフした後にバフしてるからね。ああいうこともできるから、もしここに召喚とかも入ってくるんだったら、もうすごいっすよ、これ。だからね、ちょっとディザイアはね、今年警戒しておいた方がいいと思いますね。セカンドシーズンだけじゃなくて、次のサードシーズンの超駒もちょっと注意した方がいいかなとは思います。はい。はい、ではラストゴールデンウィークイベント見ていきましょう。おすすめの星3ということで、まあ季節限定駒ね、基本ね1回の復刻なんで、まあ強力な新駒出た場合は取っておきたいですね。
まあ年に1回といってもオールスターとかあるんで、まあ厳密に言えば2から3ぐらいはあるかな復刻。まあでもオールスターさっき見たように時期がちょっとまあ悪いので、まあできればここで回収したいなというところではありますね。はい。でさらに過去のコマで金色ベルーガとかね、フギムニエクレル、エルケス、アイシェ。今これ見てわかるんですけど、金色冒険、温泉は全部このイベントです。はい。なので、この辺で欲しいコマある人は引いといていいかなとは思うんですけど、まあコラボも終わった後、で超ゴマも終わった後に、引ける余裕があるかっていうとないです。はい。あのここね始まる頃にはかけらなくなってるんで、まあちょっとしんどいけどできれば引きたいなっていう感じですね。まあ引けたら嬉しいなぐらいでいいと思いますね。まあめちゃくちゃ強いやつ来た場合はもう頑張ってください。そこはもう頑張って引くしかないんで、まあ頑張りましょう。はい。はい、ということで今回ですね、逆転祭の今後のイベント予想、そして、かけらどこに使えばいいかという話をしてきました。まあ、結論としては超ゴマ最優先でいいとは思いますね。で時点か同じぐらいでコラボ優先してあげていいと思います。で強ゴマも引いていいかなと思うので、まあ、この3点押さえとけばいいと思いますね。はい、よかったら皆さんね、このイベントを待った方がいいよとか、ここに使えますとかあったらコメント欄によろしくお願いいたします。ということで今日も最後のご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。